春日さん、ちょっといい？の？なんだい？ここじゃあちょっと二人きりで話したくて。いい？ああ、もちろん。じゃあ、ちょっと上にでも行くか。こんなところで話って、なんだ？の？春日さん。いろはちゃん？ごめん、私も耐えられない。何に？春日さんと普通のお客さんと店員の関係でいることにもう耐えられないの。なんで俺なんかのこと？だって春日さん、私に楽しい話をたくさんしてくれるじゃない。その会話を聞く中で人柄っていうか春日さんの魅力がどんどん伝わってきて、いつの間にか好きになっちゃったの。マジか。でも好きになったらどんどん春日さんの話を聞くたびに悔しくなってきちゃって。悔しく？うん、だって春日さんの話の中に出てくるのはいつも足立さんとか仲間のみんなばっかりで、私は出てこないんだもの。それがとっても悔しくて。いろはちゃん、お願い春日さん、今日はパーティーじゃなくて私と二人きりでチャットしてくれない？チャット？そう、二人だけのパーリーチャット。パーリーチャット。あー、すっきりした。これでもう悔しがらずに済みそう。だって私と春日さんはパーティー以上の関係になったんだもんね。そうだな。これからもいろいろなお話聞かせてね、春日さん。もちろんだ。これからもそのよろしくな、いろはちゃん。はい。いろはちゃんと良き関係になってしまったな。よう春日、何やってんだこんなとこで。うわ、足立さん。何もやってないよ。何でもないです。変な春日だな。なんかいろいろありがとね。え？何が？何って、菜の葉のこともそうだし、なんだかんだで助けてもらってばかりだなと思ってさ。そんなことねえよ。助かってるのは俺の方さ。さっちゃんがいねえとおっさんだらけでむさ苦しくてしょうがねえよ。それにしっかり者のさっちゃんがいるから俺も安心して前へ進めるんだ。こちらこそありがとうよ。さっちゃんみたいな素敵な女性に出会えて本当によかったって思ってんだぜ。やだ、一番くどいてるの？もう酔っ払っちゃった？酔っ払わねえと本音を言えねえほど繊細な男じゃねえさ。ねえ、一番はその彼女とかは作らないの？え？いや、その別にそんなに興味があるわけじゃないけど、ちょっと気になったから。そうだな、もちろん欲しいっちゃ欲しいけど、今それよりもやらなきゃならねえことが山ほどあるからな。全部片付けて落ち着いたら彼女とのんびりするなんてできたら最高だな。俺みたいなバカで無性上がりの男と付き合ってくれるような子
いねえと思うけどよ。そう？私は一番はモテると思うわよ。魅力的に思う子は多いと思う。ええ、そうか？本当に？ガキの頃からモテた試しがないぜ。一番が鈍感だから気づいてないだけじゃない？ま、癖はあるけど、卑下する必要はないわ。一番はだいぶマシな方よ。もっとダメな男は世の中に5万といるわ。自信持って。さっちゃんにそう言ってもらえると心強いぜ。てか、さっちゃんはどうなんだい？え、私？ああ、その彼氏とかさ、さっちゃんモテるだろうから2、3人いてもおかしくねえと思うけど。あのね、人を浮気者みたいに言わないでよ。ああ、いやいや、そういう意味じゃなくて、さっちゃん魅力的だからよ。狙ってる男なんてそれこそ5万といそうだなと思ってよ。まあね、言い寄ってくる人はそこそこいるわ。でも今は特定の人と付き合ってはいないわね。そうなのか。マスター、おかわり。はいよ。ちょっと、この流れとタイミングで普通おかわり頼む？ありゃ、まずかった？まあ一番だから仕方ないけどね。他の男なら殴ってるかも。おお、気をつけます。でもさ、今付き合ってないってことはもしかして誰か好きなやつでもいるのか？どうかしら。自分でもよく分かってないけど、まあそうなのかもね。へえ、さっちゃんから好かれるなんて羨ましいな、そいつ。な、どんなやつなんだ？とりあえずバカね。バカ？うん、バカでガサツで死ぬほど鈍感。男友達とつるんで騒いでばっかりいるようなやつよ。え、最悪じゃねえかそいつ。ふん、最悪。でもね、いいところもあるのよ。熱くて仲間思いで、自分がどれだけ傷つくことになってもためらわずに誰かのために体を張れる。ガサツで乱暴に見えることもあるけど、本当はすっごい優しい人なの。へえ、かっこいいじゃねえか。さっちゃんが惚れたんならきっといいやつなんだろうな、そいつ。そうね。飲みすぎたかな。なんだか眠くなってきたぜ。飲みすぎよ。慢性的に疲れてるだろうし、ちょっと上で休んだら。そうだな、少しだけ休むわ。なかなか起きてこなかったら叩き起こしてくれ。了解。本当に死ぬほど鈍感なやつ。もう毛布もかけないで、風邪ひくわよ。本当にバカなんだから。うん、あ、え、さっちゃん。一番。さ、
さっちゃーん。ふわ。どうしたの？え、さっちゃん？あれ、キスは？え、あれれ？何寝ぼけてんのよ。なかなか起きないから起こしに来たわよ。そっか。夢か。そうだよな。うん。一体どんな夢見てたのよ。ああ、いや、その、すごくいい夢さ。そう、おめでたい人ね。なんだ、夢か。いや、寝た。おかげですっきりしたわ。しかし、リアルな夢だったな。おい、春日。顔を洗ってこい。え？寝起きだろう。顔を洗った方がいい。分かったよ。ちょっくら洗ってくるわ。あいつどんな夢を見たんだろうな。そう、どんな夢かしらね。春日さん。おお、リリカちゃんじゃねえか。休憩が？はい、ちょっと外の空気でも吸おうかと。もしよろしければ付き合ってもらえません？え、俺？はい。たまには二人で話したいし。ダメですか？そんなことねえよ、大歓迎さ。よかった。春日さん、ついにうちで紹介できる全職種を経験されましたね。なあ、一度きりの人生、いろいろと挑戦してみたくてな。面倒かけてすまねえな。面倒なんてそんな、仕事ですので。でも本当にすごいことですよ。私が担当した方の中では少なくとも初めてです。そうなのか。まあでも別に褒められたことでもねえだろう。いえ、これは褒めるべきことですよ。私はその人の能力に合わせて職種を紹介しています。すべての職種を私が紹介し経験されたということは、それだけ人間的、能力的に優秀だという証拠です。本当か？リリカちゃんにそう言ってもらえるとマジで嬉しいな。ん？なぜですか？だってよ、リリカちゃんお世辞も嘘も絶対言わない人間じゃねえか。そんな人がすげえって言ってくれたってことは本当にすげえってことだろ。だから嬉しいのさ。春日さん、リリカちゃんはたとえ言いにくいようなことでも事実だったらズバッと言ってくれる。俺もここに通いたての頃はいろいろきついことも言われたしな。すみません。いや、俺はそれにすごく感謝してるんだ。リリカちゃんのおかげで夢見がちで世間知らずだった俺は現実に向き合うことができた。だからこそ自分の能力や経歴を見つめ直して自分を磨き直そうって気になれたんだ。あそこで甘やかされたままだったらずっと夢見がちなだけのバカで終わってたと思う。感謝してるぜ、春日さん。ありがとう。私仕事では結構きつく当たることが多いので、感謝されることってほとんどないんです。まあ
ひどい言葉を吐かれるのには慣れてますけどね。だからそんな風に思ってくれてるの春日さんくらいだと思いますよ。そうか、みんな感謝してると思うけどな、言葉にしないだけだろう。え、確かに愛想笑いを浮かべてお世辞言ってた方が一時的な客受けはいいかもしれねえけどよ、甘やかしたところでそいつの人生が好転するかといったらそうじゃねえ。本当にそいつの将来や生活のことを考えてるからこそリリカちゃんは俺らに厳しく接してくれてるんだろ。辛い目にあっても嫌なことを言われても心を鬼にして俺たちを現実に向き合わせようとしてくれてる。リリカちゃんは最高の仕事をしてくれてる。みんなを代表して言わせてもらうよ、本当ありがとうな。春日さん、リリカちゃんありがとう。本当に嬉しい。誰かに分かってほしいなってずっと思ってたんだ私。だから本当の思いを春日さんに分かってもらえてすっごく嬉しいよ。リリカちゃん、春日さん、もう少し二人でいさせて。春日さんには、春日さんだけには本当の私を見てほしい。本当のリリカちゃん。うん、本当のわたし。リリカちゃん。素敵な時間をありがとう春日さん。なあこちらこそ。一応言っておきますけど、春日さんだからですから、誰にでもこんなことする人間じゃないんです。誤解しないでくださいね。もちろん分かってるさ、嘘をつかない、それがリリカちゃんだもんな。これからもいつでも顔出してくださいね。春日さんが分かってくれてる、それが私の一番の原動力なんですから。なあ、それじゃ。ハローワーク最高。社長、よかったら久々に二人でゆっくり飲みません？え？嫌ですか？そんなわけねえだろう。急だからちょっとびっくりしただけだ。いいじゃねえか、飲もうぜ。よかった。じゃあ前みたいにサバイバーでいいですか？おう、いいぜ。じゃあ後ほどサバイバーで。あ、社長。悪い、待たせたな。いいえ、私も今さっき来たところですから。いや、うちの会社がここまで来れたのも本当に春日さんのおかげです。改めてありがとうございました。何言ってんだよ、持ちつ持たれつってやつだよ。俺も楽しかったし、
金も稼げたし、本当助かったんだ。ちょっと前までは一文なしのホームレスだったんだからな。いえ、そんな。で、これから俺たちどうしていこうか。え？あ、私たちどうしていこうですか？それはその結婚とか？え？あ、いや、会社のことだよ。会社。会社ね、ホールディングスね。はいはい。えいちゃん、なんかビジョンとかあるのか？春日さんがビジョンなんて言葉を使う日が来るとは。ほっとけ。そうですね、ビジョン。私はとにかく父の会社を守りたいっていう、その思いでやってきましたから、これからも長く続けていければいい。ちょっと前まではそう思ってたんです。でもそれだけじゃダメだなって。現状維持を目標にしてたら成長はしないんだってこと、今回の件で痛感したんです。守るためには攻めるくらいじゃないと。だからもっと向上心のある目標を定めました。へえ、なんだい？それは一番ホールディングスを日本一、世界一、笑顔を作れる会社にすることです。笑顔を作れる会社。売上とか利益とかもちろん気にしなきゃいけないことはいくらでもあります。それは分かってますけど、でもやっぱり一番大事なのは、働いてくださる方々やお客さんたちをどれだけ幸せにできるかだと私は思うんです。規模を大きくするというのはもちろんですが、私はそれ以前にそういう志を持って会社を経営していきたいなって思ってます。なるほど、すげえ、エリちゃんらしいな。すみません、甘っちょろいこと言って。こんなんだから宝章みたいなやつに騙されるんですよね。いや、最高の目標だと思うぜ。エリちゃんも成長したな。春日さんに褒められると嬉しいな。エリちゃんの目指す会社にするために俺これからも死ぬ気で頑張るよ。だからエリちゃんもよ、これからもずっとずっとその俺をそばで支えてくれないか。え？そのダメかな。春日さん、エリちゃん。エリちゃん。目が覚めたか？春日さん、あれ、私。まったく、びっくりしたぜ。急に気絶しちゃったからよ。ここに運んで寝かせたんだ。そうだったんですか。すみません、ご迷惑かけて。これくらい構わねえさ。それより大丈夫かよ？まだちょっとクラクラするかも。結構な緊張状態だったので。なんで緊張状態になるんだよ。俺とエリちゃんの仲だろ。春日さんとの仲だからこうなったんですけどね。とにかくもう一休みしな。なんだかんだでいろいろあったから疲れてるんだと思うぜ。遠慮すんな。すいません。じゃあお言葉に甘えて。の、おやすみ、エリちゃん。
おやすみなさい、春日さん。よく寝た。ん？春日さんも寝ちゃったんだ。疲れてるのは春日さんもじゃない。これからもずっとずっと俺をそばで支えてくれ、か。いつか社員としてじゃなくて、一人の女性として。言ってもらえたらいいのにな。好き。うん。エリーちゃん。春日さん。エリーちゃん。しましたか？あれ、エリちゃん、あれ、キスは、え、あれれ、何寝ぼけてるんですか社長。結局私よりたくさん寝てるじゃないですか。あ、すまんすまん。そうか、さっきのは夢か。そうだよな。うん。一体どんな夢見てたんですか？ねえ、いや、そのすごくいい夢さ。そうですか、ならよかったです。さあ下に降りましょう。ああ、なんだ夢か。はあ、ようやく戻ってきたか、お二人さん。すまんすまん、俺まで寝ちまってよ。いや、おかげですっきりしたぜ。そりゃすっきりもするだろうよ。ゆうべはお楽しみでしたね。てか、は？いいから早く顔洗ってこい。え？おう。ウブなように見えて、なかなかやりますね、お客さん。え？あ、その、内緒にしてくださいね。もちろん。私も、お客さんの笑顔を作りたいと思ってる人間なんでね。マスターさん。何の話してんだ？二人とも。ビジョンの話です。ね。おお。ビジョン？それは鳩でしょ。ふん。面白かった？微妙です。よ、スミレ。工場は順調か？春日さん、よし、おかげさまで。実はこの設備のおかげで、今まで受け合わなかった大口の仕事を任せてもらえることになったんすよ。マジか、すげえじゃねえか。それもこれも春日さんのおかげっす。俺じゃねえ。ちゃんと腕を磨いて工場の仕事に向き合ったスミレの実力だ。実はそれ以外にも春日さんに伝えたいことが。ん？なんだ？おい、誰かいないのか？その声は。ん？親父。ね？親父さんって、設備売り払ってこの工場をほっぽり出したっていう。はい。ああ、スミレ、久しぶりだな。ちょっと見ない間に結構いい女になったじゃねえか。一体何しに？
おいおい、せっかく父さんが帰宅したってのにかけてくれる一言目がそれかよ。親不孝な娘だよな、お前はさ。あ？なんだスミレ、工場に男連れ込んでんのか？こんなもじゃもじゃ趣味だっけ？違う！春日さんは、そんなんじゃ。まあお前がどんな男と付き合おうが知ったこっちゃねえや。そもそもお前には用はねえしな。じゃあ何しに来たんだよ。決まってるだろ、この工場売り払うためさ。はあ？ほうほう、最新鋭の機材が揃ってると聞いていましたが、本当だったとは。これは工場丸ごと高く売れますよ。そうだろ、頑張って買い揃えたうちの自慢の機材なんだ。それは春日さんが買ってくれたもの、あんたのもんじゃねえ。ほう、男に貢がせて悪い女だな。まあどうやって入手したかなんて知ったこっちゃねえや。さあバカはほっといて、どうぞどうぞ。どういうつもりだ、そこをどけ。どかない。この工場は私の宝物だ。絶対にあんたなんかに渡さない。そうか、育て方を間違えたな。なれ！父親に盾つくとこうなるんだよ、バーカ。おい、春日さん！なんだてめえ、殺されてんのか？悪いな、人の家庭事情にあんまり口出したかねえんだけどよ。目の前で女殴られて黙ってられるほど大人じゃねえんだよ。ふざけやがって、ぶち殺してやる！なんて強さだ。凄腕のあんたの娘のおかげだよ。もしこの工場を力ずくで奪いたいなら、娘より腕のいい技師に俺よりすげえ武器でも作ってもらうんだな。まあそんな技師そうそう見つからねえと思うけどよ。春日さん、ちくしゃ引き上げず。大丈夫か、スミレ。春日さん。え？春日さん、ありがとう。私とこの工場を守ってくれて。スミレ。春日さん、お願い。え？今までの恩を返させてください。春日さん大好き。なんつうか、やっぱり手が器用だな、スミレは。春日さんったら。春日さんも意外と受け身なんすね。そうかな。今日はありがとうございました。これからもずっとずっと私と工場をよろしくお願いしますね。もちろんだぜ。これからも末永くよろしくな、スミレ。うっす。春日さん、全資格の習得おめでとうございます。ありがとうよ。これもイカリア宮古市さんのおかげだ。そんな私なんて何も、ただ案内してただけでお役になんて立ってないです。
何言ってんだよ。いつも笑顔で声かけてくれただろう。宮越さんがいたから、こんなバカでサボり症の俺が最後までやり遂げられたんだ。感謝してるぜ、宮越さん。春日さん、やっぱり素敵だな。ん？あ、そうだ。資格をすべて取得した方には渡さなきゃいけないものがあるんでした。お、そうなのか。何をくれるんだ。その、二つあって、一つはここではちょっと渡せませんかね。なので、場所を変えましょうか。ついてきてくださいますか。え？あ、ああ。ここなら大丈夫かな。すみません、お付き合いいただいちゃって。いや、で、くれるってのは。はい、まずはこちらです。の、卒業証書みてえなやつか。ろくに学校も出てなかったからこういうの憧れてたんだ。大事にするぜ。喜んでいただけてよかったです。ああ、そういやさっき渡すものは二つあるとか言ってたよな。もう一つは。もう一つは、え、その、もう一つは私です。み、宮越さん。さっき私の笑顔に励まされたって春日さん言ってましたけど、私も同じなんです。いつも元気な春日さんの姿や、一生懸命試験に向き合う春日さんの姿、それを見て私も元気をもらっていたんです。宮越さんだから、卒業してもう会えなくなると思ったら私寂しくて。春日さん、お願い、私の愛の検定試験受けてくれませんか。宮越さーん。春日さんってやっぱり思った通りの人です。どんな時でもすごく真面目で優しいんですね。そうかな。その、これからも時々学校に顔出してくれますよね。もちろん顔でも何でも出します。はい。よかった。その修了証書と同じように私のこともずっと大事にしてくださいね。それじゃまた。資格学校入って本当に良かった。いやあ、春日くん。怒り。なんでもない、なんでもないぜ。やっぱこの部屋は落ち着くな。よくわからねえけど、畳を見ると帰ってきたって感じがするぜ。大げさね。ん？はあ、ねえいっちゃん。ん？この綺麗なイヤリング、誰の？え？イヤリング？私のじゃないし、イヤリングをつけていた誰かがこの布団の上にいたってことだよね。これ誰の？なんだよ、イヤリングなんて知らねえよ。だが、思い当たる節があるかというと、ない。といえば嘘になるような気もする。どうなの？私以外の女をここに入れたの？これはその女が落としたイヤリングってこと？やべえ、どうしよう、なんて答えれば。
さっちゃんへのプレゼントなんだ。サプライズにしようと思ってな。驚いたろ。これを私に。いっちゃん、なんとかごまかせたかってなるわけないでしょ。こんな布団の脇に転がってる片方だけのイヤリングをプレゼントにするアホがどこにいるってんのよ。確かに。何何、何の騒ぎ。何かあったんですか。一番の布団から女物のイヤリングが出てきたんだけど、あなたたち何か知ってる。は？お給料もいいし、完全週休2日制、残業もなしの超ホワイトな求人が入ったから春日さんに紹介してあげよ。この参考書すっごく分かりやすかったから春日さんにプレゼントしよう。そしてまた自習室で一緒に勉強なんかしてパワーも有効射程距離も大きく伸ばすことができた新型ボウガン、スミレスペシャル。春日さん喜んでくれっかなあら、大海原視覚学校の宮越さんとロマン製作所のスミレさん、こんなところでお会いするなんて奇遇ですね。ああそうっすね。私はここのバーに用があって。え、私もサバイバーに。へえ、あ、偶然。私もここの春日さんに会いに。待て、話せばわかるって。だったらわかるように話してみなさいよ。どういうことなんですか、社長。ちょっと表で頭冷やそうか。うわっ、か、春日さん？ん？何かあったんですか？はあ、実は。へえ、春日さんの布団に女物のイヤリングですか。なんだか他の女の子とも随分なお楽しみをしていたみたいですね。いや、それは深いわけがだな。いや、さすがです春日さん、浮気検定も一級を取られるなんて。あ、認定証が必要ですね。ではあなたの体に直接貼らせていただくので、ちょっと浮気脱いでいただけますか。この新作ボウガン、まだ試し打ちしたことなかったんだよね。ちょうどいい的見つけちゃったあなたにぴったりの求人ご紹介しますね。エンマ大王との最終面接、頑張ってください春日さんとのチャット楽しかったな。でももう二度と聞けなくなるなんて残念。私一度やってみたかったんですよね、クーデターってやつを。さようなら春日社長。遺言があるなら聞いておくけど何かある。いや待ってくれ、落ち着け、誤解なんだ。女の敵には死あるのみ。死ぬかと思った。俺のおごりだ。よくわからねえが大変だったな。マスター、俺も昔ある組織の武装ヘリ相手に蜂の巣にされかけて、長い間生死の境をさまよっていたことがあってよ。だが幸運にもこうして生き延びることができた。人間のしぶとさと命の大事さってやつを学んだよ。そのことを忘れねえように
このバーに名前をつけたんだ。サバイバーってな。だからおめえも強く生きろ。それで何があったんだよ。実は上の部屋でイヤリングが片方だけ出てきて、それで俺が女の敵だなんだと言われてこんなことに。あ？イヤリングってあれか？もしかして何か知ってるんすか？いや、去年の町内会クリスマスパーティーでプレゼント交換会をしたんだが、女物のイヤリングが当たっちまってな。使い道もねえし、その辺に放っておいたんだが。そうか、あの部屋にあったのか。あの、それってつまり。すまん、なんか迷惑かけちまったな。そりゃねえぜマスター。イヤリングの件、悪かったな。偉人町の町内会の連中に声かけて、春日は無関係だって伝えといたからよ。多分みんなの誤解は解けてると思うぜ。おお、マジか。助かるぜマスター。ごめんね一番、私が早とちりしたから。私もよく確認しないですみません。マスターのイヤリングだったなんて。何、いいってことよ。終わったことだし気にすんな。ん？でも他の女の子と春日さんは年頃な関係に。まあ、もういいじゃねえか。さあ先を急ごうぜ。俺らに立ち止まってる暇はないんだからな。ん？なんかあったのか。さあな。